と変わった趣味。西野七瀬さんなんですけども、これ絶対言わないでくださいよ。実はハトはハトでも太ったハトを見るのが好きらしいんですよ。どういうこと？これは本当ですか？本当です。ありがとうございます。じゃあこれ、どういうこと？10年ぐらい前に一緒にやってる番組の中でこれを泣きながら話してました。そうですね。なんかお菓子とかでちょっとトリュフ味のものってたまにあるじゃないですか。はいはい、あれ見るとやっぱ。迷わず買っちゃう。いやー、売れたねー。いいねー。西野、おごってよ、今度頼むよ。お願いします。